こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。波動コンサルタントの桑名正則です。 えー、今日の波動チャンネルはあ不安を感じやすい人はこれをやってみようという不安を感じやすい人はこれをやってみようという三つのことを紹介します。えー、やっぱりあこの前あのライブ配信させていただいて、えー、ご質問いろいろお答えしたんですけれども、やっぱりあの不安に苛まれるということはありますよね。えー、不安で動けないとか、あ不安で、えー、なんかあのなかなかね、えー、不安にとらわれてとらわれすぎてしまうとかあ、そういったことは。 あります、えー、僕も過去ありましたありましたからねで、えー、実は ペンシルバニア大学の研究で心配事とか不安の79%は実際には起こらないというねそんな研究結果があるんですよね。で残り21%の中の16%の部分に関しては実際に準備をすることでその不安に思ったことは起こらず対処可能であるというね起こったとしても対処可能であるというそういった研究があるんですよね。まあ、そんな数値を知っているっているとうこともいいんです ですけれどもそれでもやっぱり将来のことって、えー、勝手に想像して心配してしまうということは往々にしてありますので、えー、今日はそんな時にやっていただくといい不安を感じる感じやすい時、えー、不安を感じやすい人とか感じやすい時、えー、そんな時にやってみるといい3つのこと。 それをお伝えをしますのでぜひ参考にしていただければと思いますで、このチャンネルでは波動というものを使って願望を実現したり幸せに豊かに生きたり自分らしく生きたりといったコツをお伝えをしていますで、願望を実現したりとか幸せに豊かに生きたりとか自分らしく生きたりとかそれが可能な自分っていうのが皆さんの中にありますので、えー、そのすごい人っていうのはそれらを実現しているすごい人っていうのはその人自身がすごいのではなくてその人の中にあるすごい 部分を出してくるその人の中にあるすごい自分を出すような言葉の使い方とか意識の使い方とかうんと行動とかね そういったものがあるだけなんですよねなのでその意識の使い方とか言葉の使い方とか体の使い方とかそういったことをまねて真似そのコツを、ね、吸収して自分もやってみれば自分の中にある素敵な部分とかすごい部分っていうのが出てきやすくなりますのでそんなコツをお伝えをこれからもやっていきますので是非チャンネル登録していただいて自分らしい人生の実現より幸せで豊かな人生の実現願望の実現そういったことのお役にね 立てていいただければと思います、はいでえー、今日のお話不安を感じやすい人はこれをしようという3つのことをお伝えをしてきますがあまずは1つ目、えー、はいつもお伝えをしてますがぐるぐるワークというね、えー 感情のクリーニング。僕の本5冊に全部に書いてますが、感情のクリーニングっていうのをします。で、えー、興味のある方は過去動画で感情のクリーニングとかぐるぐるワークっていうのを言ってますので、あと本にも書いてますのでご覧いただければと思いますが、簡単に言うと、えー、ネガティブな出来事を思い出しながら白紙にぐるぐるって書きます。 にこれチラシの裏でもいいですし、えー、書くのは赤ペンでも黒ペンなんでもいいのでぐるぐるって書きます思い出しながらでその感情を感じながらで、えー、一通り出終わったなと思ったらその紙をベリベリに破って燃やすっていう行為なんですがそれをすることで潜在意識がお清めされていきますのでね、えーま、感情ネガティブな感情というのはマイナスのエネルギー持ってますのでそれを吐き出すことでぐるぐるってやって吐き出すことですごくねあのすっきり しますのでねそれをするんですけれども将来の不安これから起こってくることの不安に対しては普通のワぐるぐるワーーククでではななくてちょっと特殊なぐるぐるワークをしたらいいです何かというと嫌なことが起こってほしくないから不安なわけじゃないですかうまくいかないことが起こりそうだから不安だったりするじゃないですか。その時 うまくいいかなこことが起こった時自分はどんなことを感じるだろうっていうね、えー、ど感じたくない自分っていうのがいるんですよ。情け何て言うのかな小さくて、えー、なんか小心者の自分とかねかっこ悪い自分とかそういういろんな自分を感じたくないっていう部分があるんですよね。そのことを感じながらぐるぐるってやっていくといいです。 そのことを感じながらぐるぐるってやるもう一つは起こってほしくないことが起こった時のことを想像しながらぐるぐるってやってくださいこれは2,3回やっても2,3回で納めといてください実はこれやりすぎると,、えーっとですね、ぐるぐるワークは万能ではなくてやりすぎると将来のことに関してね、やりすぎるとあのやりすぎても終わらないんですよねなぜなら想像だからです 想像はねどんどん膨らんじゃうんすよね、えー、お化けが怖いって見えないから怖いわけで、えー、見えたらそうでもないっていうことももちろん怖いものもあるとは思いますが僕見えないのでね、えー、あるとは思いますが見えるとそうでもないっていう部分もあったりすると思うんですよね、えー、見えないやつ想像って勝手に膨らませてしまうので、えー、だから怖くなる で不安もそうで、えー、一通り最大23回ぐるぐるワークをしてもその想像というのは膨らむ一方ですのでやっても23回にしておいてください。ま、えー、まずはぐるぐるるワークをしますで、次 次ですが、最悪のことを想定をして、その時の逃げ道を考えておく、対処法を考えておくっていうね。例えば、仕事を辞めて独立しました。うまくいかなくなりました。その時にどうするかっていうね。実際これ僕も昔やったんです。やって、当時は関西にいたので、実家に帰ろうと。 実家に帰ってで、えー、と働き口を見つけて、えー、とりあえず、まあ、実家に帰ると、まあ、僕はね幸いまだあの両親が健在なので、えー、住む場所があるのでね、えー、なので実家に帰るととりあえず家賃は発生しないで、えー、どこかバイトでも何でもいいからまずは生活を立て直してでそこからもう一度やってみようっていうことを実際書いてねやったんですよね。そそうするるるとおなんかあのそれととれもにぐるぐる ワークをすると最悪のことは起こらない最悪のこと,というかそれはもちろん最悪なんですけどでも許容範囲だなとまあこうすればいいだけだしそれで多少感じたくない自分は恥ずかしいとかね情けないとかそういった部分はあるけどそれを受け入れれば大したことないなと思って。 そこで不安がスーッと収まってきたっていう経験があるんですよねだから最悪の想定をしておくまあ実家がない方もう何かしら方法はあったりしますのでねあの最悪のことを想定をしてその対処法をしておく でもう一つ最悪のことが起こった時にあのそれでも自分を信じようっていうといそそのことのこ準備ももししてましたねそれでも一からやればいいだけでそれを失敗したからといって自分がダメでもないしもう一度その時の自分はまだ実力が足りないというだけで人生が終わるわけじゃないのでそこからもう一度やればいいやって思うとなんかスーッと楽になったというねそんな経験がありますので最悪のことを想定してみて対処法 を考えるそれをやってみてくださいそれと3つ目、えー、没頭する時間を作るということ、えー、実はですね、時間があると不安があの大きくなるんです一人でいて時間が増えるとあの不安が大きくなるんですよねやっぱり考える時間不安というのは想像の産物ですので、えー、考える時間が増えれば増えるほど不安というのは大きくなるんですよだから没頭する時間を作るっていうのが大事なんですよね で何に没頭するか何でもいいんですよ何でもいい趣味でもいいし友達とお話しするでもそんなんでもいいのでその別のことをしていると不安というのは消えますからただずっと趣味しかやってなかったらその。 なんていうのやりたいことが進まないので、えー、やっていただくといいのが成長した自分それを乗り越えるう例えば会社を辞めて自分で何か仕事をするうそしたらその最初の段階を乗り越えた自分をイメージしてみて今の自分に何が必要か今の自分に何が必要かっていうことを書き出してみる。 でそれを身につけることに没頭するというね、えー、うまくいくために今の自分には何が必要かでそれを書き出すことですもう絶対、えー、頭の中で思ってたらダメなんです書き出すことです。 書き出して一つずつ身につけたりとか一つずつその準備をするとう,うまくいくためのでそのために時間を使うそのために思考を使うということをしていくと建設的な思考にもなるし不安の方を考えている時間というのがなくなるので不安が小さくなるというねそんなことがありますので一つは没頭する時間を作るでもう一つはそれを達成した自分や成長した自分を意識してどんな自分だろうと。 思っで何が必要かっていうのを書き出したらそれを一つずつ勉強したりとか身につけたりとか人に聞いたりといった。 ああいう時間を作っていくっていうねえそんなことをされると不安っていうのはなくなっていきますのでえー、ぜひやってみてくださいえー、今日のお話は不安を感じやすい人はこれをやってみようという一つ目はぐるぐるワーク二つ目は最悪の,のを想定して準備をする三つ目は没頭する時間を作るというそんなお話をお伝えをさせていただきましたぜひ参考にしてみてくださいでえー、ラインとメルマガではウィークでは毎日メッセージを送りしてます願望実現の話や波動の話メンタルの話そんなあメッセージ ステージをお伝えしておりますのでよろしければ LINE もしくはメルマガどちらでもいいのでご登録ください登録先は概要欄に貼り付けておきますので概要欄をチェックしてご登録いただければと思いますそして、えー、今日のこの話で感じたこと気づいたことあればコメント欄にその感想とかね気づきあと体験談とかね私はこんなことをして不安解消しましたという体験談あればそういったものもぜひシェアをしてみてくださいそして、えー、今日のこの話で良かったなと思われる 方はチャンネル登録といいね高評価ボタンを押していただければと思いますしお友達で必要としている方がいらっしゃれば是非お友達にもシェアをしてあげてください。それではいつも「波動チャンネル」をご覧いただきどうもありがとうございます。 で、えー、ここからおまけのお話になりますが、えー、と今日のね、えー、不安のお話ですが本当不安ってねあの何もやってないとどんどん膨らむんですよね。で知っておいていただきたいのがあ冒頭でもお伝えしましたが不安っていうのはもう想像の産物なんです。想像の産物だからその想像をどこに使うか。あ なんていうネガティブな想像の方に思考を使ってるからあ不安が膨らむんですよね。でこれを切り替えるということがやっぱ大事で、えー、ネガティブなことが起こっても対処法があるから大丈夫っていうこと。 それと成長する自分に成長した自分になるにはどうしたらいいかっていうこの建設的なねよりこの不安がなくなるためなくなってうまくいく自分を作っていくための思考に切り替えていくっていうのがすごく大事です。で思考っていうのは一度に二つのことは考えられませんからいや考えられますって言われる方もいらっしゃいますが今この瞬間は絶対一つなんです。 今この瞬間は絶対一つであの同時に同時にだから必ずタイムラグありますからなのでこの建設的な方にあの自分の思考を向けていくっていうねそれがすごく大事ですのでぐるぐるワークと最悪の想定の対処最悪の対処法それでネガティブな方の影響力は下げていく。 でポジティブな時間の使い方っていうねそんなことを意識していただくといいんじゃないかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。でこれからちょっとこの波動チャンネルももうちょっとコンパクトなあ短い数分の動画っていうのも増やしていこうかなと思います。でそこで自分のねすごい自分が出やすい自分の使い方体の使い方意識の使い方言葉の使い方あそんな部分をなんていうこねたというかねそういったものもいろいろだ していいこうと思いますのでぜひそちらも参考にしていただいてご自身の自分らしい人生の実現にお役に、ね、立てていただければと思いますのでぜひその辺も参考にしてみてください。で過去の動画では本当といろんなお話し,してますので過去の動画でご自身の今必要なメッセージであるとか今必要な情報とか過去もう700本とか、ね、ありますのでね是非そちらの動画も見て何か意識のな 使い方とか人のメンタルってこうなってるんだよとかあいろんなお話をしてますので、えー、ぜひその辺も参考にしていただければと思いますそれではいつも波動チャンネルご覧いただきどうもありがとうございますそれでは失礼しますいつもありがとうございます